ぼしてしもたけど、お晩でございます。さあ、もたね。真鶴の純米生原酒、原酒だったかな、純米生酒、純米生酒、ユーキアコンコン、アラレアコンコンの、はい、これを、まあ、カンタロウくんで缶しました。ここにちょっとこぼしてしまったけども、はい、ジョワッと入れると適度に湯気が立って45度ぐらい、もうちょっとあるかな。スカッとしてます。スカッとしとるから、これやっぱりまだまだちょっと味が淡白すぎるような気がします。この45度から50度ぐらいに温めたぐらいじゃ色は変わらんだかな。まあ無色透明な綺麗な色になっておりまして、まとまりのある味というか、とにかく嫌な香りは立たんし、後に残る、後味もすっきりしております。ニラレバ炒め食いたいなと、ただ単に腹が減っとるだけかもしれませんが、まあ味噌炊きちゃんこ、味噌炊きちゃんこの味噌炊き食いてえなとか、あったけえ料理、肉じゃが、ちょっと甘めの肉じゃがだとこういう辛だな、キリッとした辛口は、いいのかな。はい、皆さん、生酒だからって本当に冷てえまま飲むばっかりが脳じゃねえと思うんで、関してやってみてください。はい、この冬第4番目ぐらいになる真鶴の、純米生酒、なんつうんだ、トリコローレ赤って言ったって、そういう酒です、そういう名前だそうで、純米生酒いけます。はい、よろしくお願いします。以上、サード伊藤酒店晩酌1号1会でした。